アクセルビルヘルム・ゲーゼは、デンマークのバイオリニスト、作曲家、指揮者、ニルス・ゲーゼと2番目の妻の間にできた息子であった。アナ・ランゴーと結婚したことで、ルーズ、ランゴーの叔父となった。コッペンハーゲンに生まれた。幼少期からバイオリンを始め、1879年から1881年は、デンマーク音楽アカデミーで、バルデマト・フテラに支持した。その後ベルリンに赴き、 ヨーゼフヨアヒムの下で研鑽を積んだ。帰国すると1884年にデンマーク王立還元楽団にバイオリニストとして入団。1910年からはコンサートマスターを務めた。1918年にダンネブロ勲賞のナイトに除されているフレゼレクスベアに没した。1885年からアカデミーでバイオリンの指導を施していたゲーゼは、1909年に 理事会入りを果たしている。彼は独奏者として、室内楽奏者として、そして楽団のコンサートマスターとして、東大でも指折りのバイオリニストであった。時折指揮者として活動することもあった。作曲家としては、父の様式に近い形で、多数の曲を書くようになった。ありがとうございます。